この動画は、まあ、普段ランクマッチをやらない僕が、ランクマッチのパーティーっぽく、僕のような、僕のね、思い思いのパーティーを作ったっていう動画になります。ね、ドラパルトとかミミッキュとか、そういう感じのね、ポケモンを省いてるパーティーをできるだけ作ってみました。それの作成動画になります。対戦はする気ないんだよ。でもさ、なんかパーティー作ってみてえな。はい。というわけで、どうもティラです。いや、私はランクマッチとか、そういうの全く興味なくて、ストーリークリアしちゃった身なんですけど、やっぱりなんかバトル用のパーティー、まあ、来たるべき、うちの三宝である、ね、うちのライブの三宝であります、しおちゃんとかが、もし、ティラ対戦しようぜって、もういっその野球しようぜみたいな、そういう軽いノリで言ってきたら、私この旅場のポケモンでは、まあ、ボコボコにされるだろうという話ですよ。ね、正直ね、レベルだけなんで、例えばレベル50になった瞬間、レベル50フラット統一になった瞬間、もうえらい目に遭うわけです。なんか作っておこうかなと思いまして、はい。この動画を今、撮っております。まあ、とりあえずバトルパーティーを作ろう。ただ、まあね、よくあるね。まあ、バンギ出すの、なんだのを入れると、まあ、僕らしくないのよ。ランクマッチ行く人は、それはね、バンギ出すとか入れるかもしんないよ。別にランクマッチ行くわけじゃないから、僕。すんげえ高い声出た。ゴリランダーか。あ、これもらいもんだな。そっか、メッソンと、そうだよな、本編に出てきたのは、ヒバニーとメッソン。ああ、ゴリランダーか。そうだな、あえて使ってみるのもいいかもな、これ。いや、これ使いてえな。巨大マックスっていう、結構特殊な個体で、かつ、特性が、夢特性っていう、まあ、珍しい特性なんですよ。結構、かなりの低確率で手に入るっていうポケモンで、これ使いてえな。やっぱキングラー使いてえな。いや、ピカチュウやろ。やっぱ、旅パ的なさ、旅パ的に、なんか旅パ的なパーティー作るか、いっそな。ピカチュウいいよな。うん。なんかさ、やっぱランクマッチとかにこだわらず、旅パ的なパーティー作ってみっか、おい。な。あ、いいよな、こいつ。花ちゃんって。初見でこいつのことを花ちゃんって言うんでさ。こいつ好きなんだよな。まあ、割かし痩せてるし、旅パっぽくはなるかも。格闘タイプ。いい感じじゃん。あ、いいな、こいつ。旅パの中でもさ、ウィンディー?この、やっぱ、威嚇があって、やっぱ使いやすい。どうしよう。意外となんかやっぱランクマッチとか見てると、ロトムとかシャンデ。どうしよう。解放者どうも。ウィンディはそこそこいけんじゃねえかな。別に弱いポケモンじゃないんだよな。あのロトムたちがおかしいせいで。さあ、今から、あのね、さっき言った、5匹を孵化させるぞ。みんな行くぞ。うおぉ、俺についてこいみんな。みんな、俺についてこい。さあ、そうだ、ぐるぐる回るんだ。そうだ、ぐるぐる回るんだ。ぐるぐる回って、みんな同じようにね、戻ってもらえたと思うな。みんな、今のバトル、卵を戻って、で、卵をどんどん回はい。というわけで、キングラーはともかくとしてですね、残りのね、4匹、孵化しました。まあ、やっぱりね、この個体値、ね、最高の部類を狙っていって、まあ、基本的には最高の部類を狙っていくっていう厳選作業ですね。こちら終わりました。はい、猿乗りから見せたいと思います。まあね、いじっぱりな性格ね。というわけで、いじっぱりな性格で育てていきたいと思います。はい。で、次にね、こちら、はい、これもちゃんと説明します。僕のフレンドさんの、レイドに参加させていただいて、色違いガーディを
いただくことになりました。はい、ウィンディーいいなーって思ってた頃に来たんで、こいつをミントとかいろいろつけてされたいと思います。はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。で、隊列こちらね、夢特性魔剣気っていう能力が下がると攻撃が上がるっていう強力な特性を持ってまして、こちらをね、隊列もね、卵でね、作っておきました。ね、もちろん個体がね、最高なんでね。はい。特攻は使わないから。で、もう一体、こちら。これやばいよ、やってるよ、ほら。見て。見たらこれも、これ色違いなんですよ。こちらはですね、ちゃんと僕の負荷です。ぐるぐる回ってたら出ました。なんと出てしまって、ピチュー。色違い。これはもう、やるしかないでしょ。で、ここにいるランクルスなんですけど、ここにいるランクルスは何かと言いますと、いただき物のユニランを育てて、まあそこそこ旅パっぽくって、あんま見ないポケモンってなんだろうと。ここになってさ、ここまで来といて急に、あと一枠バンガスが来たらさ、嫌じゃん？俺嫌だもん。だから、あまり見ないポケモンで考えた結果、このね、育成済みのランクルス、ね、パーティーのね、まあ円滑剤みたいな感じでね、はい。壁型ですね。はい。ランクス結構ね、特攻高いけど、その裏をついてるんだよね。これをね、まあ、パーティーのね、保護者として入れようと思います。はい。で、残り5体ね。今からね、努力値振りをしなくちゃいけないんですよ。いけー、うわー、ジジロン、竜の波動、まあ、強い。もう死ぬほど見たこの技見せてやんよ。いくぜ、大魔クソーや、いくぜ、おーおーおー死ぬほど見たこの技。ああ、ストーリーでは、本当にお世話になったな、博士。本当に、いろんな時にお世話になった。お前は本当に、レベルの50って言われてもお前はお世話になった。ああ。だから、たまの動画よ、輝いてくれな。やったぜ。気づいたんだけどさ、ピカチュウで俺使うんだったらさ、電気玉欲しいよな。電気玉って確か野生のピカチュウ家庭に入るんだよな。見つけてくっか。このピカチュウにバチュルで泥棒を仕掛けます。たまに持ってるんだよね、そうすればね、電気玉が。ほら電気玉こそや。え、来たーやったー、一発は嬉しいな。おっしゃ、お前用済みだってばよ、ぶっ殺してるってばよ、忍びが何だってば。はい、というわけでですね、ドーピングアイテムなどをね、タウリンとかを使って、このようにね、青の光るまでね。あ、ごめんなさい、こいつ振ってないっす。こいつ後で振るわ。ね、ある程度の努力値は振り終わりました。勝負の時が来た。というわけでどうも育成しました。いやもうね、ようやく育成が終わりまして、結構かかったよ、結構ね。ね、技を覚えさせたり、でね、雨が減ってったりしましたけど、ね、育成が終わりました。はい、こちらですね。というわけで、ね、こちらの6体、進化させたり、技を覚えさせたりということにしてあります。一体ずつ見ていこっか。ね、まずはこちらのね、あ、待って、バトルチーム登録したんだよね、というか。ちゃんとね、これね、X の切り替えでバトルチームとかできて、このね、要は手持ちとは違う。まあ、例えばね、この時ね、このパーティー使いたいよっていうのを組めるやつです。で、これ旅パレっていう、ね、この6体ですね。一体ずつ見ていくよ。ね、まずはこちらね、今回の主役と言っても過言ではないゴリランダーね、タイプ、草タイプ。ね、もちろん突撃直帰、特防が上がります。はい。
ね、結構こうしてみるとステータス高いんだね。これね、努力値 HE と、HP と攻撃にね、振ってあるっていう感じですけど、結構強そうじゃないですか、こうしてみると。かなりね。ね、技がね、こんな感じです。突撃直撃なんでね。まあ、補助技入れれないということもあって、全部ね、フルアタッカーって感じですね。ドラムアタックで素早さ下げるのは強いんじゃないかな、やっぱり。でも威力、ウッドハンマーもあったから、それの方が良かったんかな、やっぱ。まあ、これはね、使用感見てね。またコロコロ変えるかもしれませんね。はい。次。こちらピカチュウ、今回の主役でございます。ねえ、もう主役第2ですよ。ピチュウの色違いが進化してね、このピカチュウ、色違い、いいですね。もうこれも素晴らしいもん。ねえ、夢特性の飛来心でね、電気のね、ダメージを受けない。ねえ、ちょっと耐久がちょっと心もとないんですけど、特攻と素早さにして電気玉のね、この火力をいかに活かせるかと。はい。技がね、こんな感じです。はい。猫魂でね、気合のタスクを潰したり、ほっぺスイスで麻痺にしたりと最低限のことはできるかもしれないですけど、これだったら気合のタスク持った方がいいかもしれない。正直、電気玉を持つ必要性はあまりないかもしれない。もしかしたら気合のタスク持って、リフレクターとかあった方がいいかもしれない。はい、こちら、キングラーですね。持ち物、神秘の雫。これね、正直ね、もっと他の持ち物でもいいと思う。命の玉とかでもいいと思うんだよね、正直。ただ、今はちょっとね、命の玉を持っていないっていうこともあるんで、はっは妥協ですよね。うん。はい、こちらね、攻撃と素早さに振っております。はい。夢特性力づく、巨大マックス個体というね、結構なレア物を手に入れております。ね、技がね、意外と地面技を覚えるんですね、キングラー。10万馬力っていう、まあ地面タイプのね、通常攻撃技なんですけど、結構強いんだよね、これが多分。で、力づくの効果でね、このね、防御を下げることがあるは発動しないけど、その代わり威力が上がるっていうね。これ強いよね。で、剣る前に叩き落とす。ね。積み技持ってますね、剣る前。そしてね、このパーティーのね、結構ね、重要になってくるもん。こいつに宇宙弾を持たせたんだよね、てか俺。こいつに宇宙弾を持たせたらね、なんだったら。交換することも可能だと思います。ね、ウィンディ、威嚇。ね、威嚇超強力な特性ですから。はい、攻撃と素早さに振っております。技はね、こういう感じですね。またワイルドボルトとかも覚えたりするんで、まあ、結構技はね、範囲広いです。こうしてみるとね。そして次、ランクルス。これ結構重要な役割を持っていまして、光の粘土を持つことによって、これはもう光の壁、リフレクターっていうね、この壁2つを持つことによって、キングラーとか、ね、他の方々のね、剣の前のチャンスを稼ぐことができます。はい。アンコールでね、例えばミミキが剣の前してきたらアンコールですね。縛ることもできます。まあ、ミミキュなんでこいつが居座るんだって話ですけど。そしてこちらね、俺が使いたいなって思ってた。これ、タイリエツ。ね、格闘タイプです。虫タイプにしか見えないですけどね。はい。ね、こいつはランクルスとね、やっぱり、ね、壁もあるってことで、やっぱ排水の陣、この強力なね、積み技なんですけど、やっぱ、この一ターンかかるっていうのもあるんで、やっぱリフレクターとか光壁の補助がいるかなと思うことで、こういう感じ、ね、使わせていただいてます。はい。これ6体ね、これね、ちょっとね、調べたんですけど、例えばレーティング、まあ、レーティング今、ランクバトルかな、ランクバトルの、今の最新のね、ランキングに、この6体がね、この、取ったのが12月のね、30日なんですけど、12月30日時点で、この6体はね、30位以内に入っていないんですね。よっしゃー。ね、バトルタワーでね、俺たちのこのね、育てた6体が強いってことを見せる日が来ましたよ。行くぜ。俺の育てたこの6体がね、どれだけ強いかってのを試すときやってきた。行くぞ、フラ。さあ、まずは先発、ゴリダンダー、ピカチュウ、キングラーの順番でいきます。まずはこの3体を試しますよ。よっしゃ、行くぜ、フラ。厳しいな。いや、まずは猫魂を。まず猫魂で相手にちょっとビビたるダメージを与えていこう。これそれ大事だから。そういうの大事だからね。そう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 。この猫魂のダメージバカになんねえから。さあ、問題はこの電気玉を持ったピカチュウの特攻は今いくつだい？そう、ピカチュウのね、102。102だね。で、電気玉でね、ほぼ特攻2倍みたいなとこあるからね。いや、ブースター特防高いよ。そう、ちょっと不安定要素が多いな。ほっぺスイスで麻痺にするのもありだよな。どうしよう。一回ちょっとほっぺスイスにしとこうか。一回ちょっとね、これやっといた方がいいよ。最悪ね、
この後にね、麻痺にしとけば、後ろでなんとかなるから。うん。鬼 B! おーおー、なんだ、どうした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 なんだ、なんだその方がブーサー。交代読みが無駄だ。俺は交代しない。逃げないぞ、フラ。フラ、逃げない。いけ！よし！ちょ、待ってよ、待ってよ。待ってよ、ピカチュウ、頑張れよー。あー、待って！いや、威力65。炎の時は威力60。ここから行きます。行け、ベンズ。キングラーですよ。この巨大マックス夢と答えに震えろ？おう。震えろ、この火力。決まれ。アクアブレイクよっしゃ。まずはね。まあ、これはいけるに決まってますからね。とどめを倒すだけですから。うん。ホエルを、なるほどね。ホエルを、でも、パッと見なんかいけそうに見えるけどな。同じタイプって言ってもこっちにはね、剣の前とかもありますから、剣の前積んじゃうよ。ね、剣の前積めるからね。ここでしっかり積んで火力出していこう。ホエロン何の有効度があるんだ。あ、まあ。じゃあ麻痺らなければじゃあ大丈夫だね。防御硬いからね、キングラーね。ほら。キングラーはね、特防低いけど防御めっちゃ高いからね。これ剣前積んでいくよ、ほら。いいよいいよ。なんでホエロンどうすんだよ、お前。いいよいいよ。じわ！おー、これは前は、お前は俺を怒らせた。お前は俺を怒らせた。どうしようかな。ダイアース行くかい？お前は俺を怒らせた。行くぜ、神降臨！行くぞ、言ってこい！行けー！キングラー、神降臨だ、これはかっこいい。行け行け行け。もうキングラー最終進化や。いけいけ。わあ、いいね。もういいもん。かっこいいもん。ダイアース。いけ。おお、いいね。穴を掘る攻撃じゃん。うわあ。すげえ。味方の特防上げる。味方の特防上げるのはでかいよ。いいよ、いいよ。お、ケンシロウ。お前、ケンシロウか。行くぜ。必殺。巨大マックスシャキングラークリス水タイプの動き。巨大宝物。お、何をする気？見切り。見切れるもんな、見切ってみよう。守る貫通の力。震えろ。行くぜ。巨大宝物。ああ、お、どうやー、うわー、強くね？何これ、強すぎじゃない？守るの上からこの火力。あ、強い。強いぞ。終わるぞ。どうなってんねん、このゲームは。おお、やべ。嘘、今ね、パーティー変えたんですよ。ウィンディ対立ランクロスに変えたばっかりなんですよ。やっべ。どうした？モンスターボール級で君は止めることはできないと。いや、俺ずっとモンスターボール級でいいよ。なんだったらビギナー級でいいよ。マジか、お前。おいおい、今から俺こいつらを実践するときに。いやー、なんか嫌な予感がするぜ。クリオ、ランクルスから入っていく、まずは。両壁入りたい。リフレクターと光壁張ってこ、まずは。まずは両方の壁を張っとけば、だいぶ楽になるよ。いやー、ガマゲロゲって。まだ随分面白いもん。イエキ、特性が効かなくなる。それ特性がなくなるんじゃなかったっけ。わあ、なるほどね。特性なんだっけ、こいつ。はははは。ランクルスの特性なんだ、再生力か。ああ、嫌だね。それは嫌だ。まずお互いの壁張っといて、雨乞い。なんだろ、君たち何をして始めてんだ。いや、でも怖いな。俺、ウィンディーに回ったらやばいよ。ウィンディーに回ったらかなりやばいな。この辺りでさ、アンコールしとけばよかったね。そういうタイプやったら、アンコールしとけばよかったな。今、アンコールしても多分攻撃はさ、アンコールするだけやから意味ないな。これはもう普通に。ウェザーボール。わざわざ。ちょっと待って。わざわざさ、何雨乞いをしてから水技を打つの、君は。あ、でも結構強いな。光の壁張ってなきゃ結構きついんじゃねこれ。最近ねで、おー、いいの、二角いけんじゃん。お、強い。ランクラス、お前やっぱ強えな。普通に攻撃としても強えからな、ランクラスってな。いいよ、いいよ。そのまま殴り勝ってこう。最近ね、いいじゃん。これはもうね、俺の想定外だけどいいことよ。
インテレオン、あ、やべ、水ばっかだ。なんか変なこと、変な縛りしちゃうか。なんか変に縛っちゃうか。アンコールで影分身、うわぁ、変なもん縛っちゃった。アンコールで影分身縛んの俺。やべ、タワークオリティじゃねえのこれ。やば、タワークオリティお前してくんのか。あ、引っ込めた。何それ、何その新しい戦法。それはラッキーと見るべきじゃない。リザードンが、リザードンがさ、そんな耐久ないよ。君リザードン耐久ないぞ、そんなに。もう強いな。あ、クリオ、お前やっちゃう。いや、やめとけって。瀕死でダイマックスはダメだ、絶対無理だって。俺が保証する瀕死のダイマックスは絶対無理だ。俺が保証したろ。無理でしょ、瀕死でダイマックスしてんじゃん。ランクルさん最近落ちるだろう。あ、でも どうだ、リザードンが、雨降ってるぞ、ダイジェット、やっべ、ランクルス、なー、うおー、ランクルスが強いんだけど。ちょっと待って、このゲームランクルス強い。待って、このゲームランクルス強い。もう爆発落ちるって最低。ランクルス強い。え、このゲームランクルスこんな強いの。インテルも今来たけど、今来た産業じゃん完全に。お前もう、お前ひ、う、あ、あ、待って、あ、クリオーチューリー頼むわ。え、でもこれきつくない？ちょっと待って、これここから負ける、負けとかありえんじゃねえの。だって向こうの方が早いんだろ。いや、ダイマックス解放して、ダイマックス解放して、ワームか、ワームで特攻下げよう。それがいい。特攻下げて、うん、それで行こう。ダイマックスして、チューリーお前本来の使い方がずれたけど、完全に本来の使い方がずれてる。俺の想定する使い方じゃないけど、配信の陣してる場合じゃないわ、お前。お前そんなことしてる場合ないわ。多分、向こうのこの雨降ってる環境からハイドロポンプ一撃だわ。頼むぞ、チューリー。こんだけやりゃハイドロポンプでも耐えれるだろう。濁流、んー、なんか W みたいな技が飛んできた。きっつ、いや確定命中、負けんけん、よっしゃ。そうか、能力下げたら上がんのか。確定命中でしょ、しかも大ワーム。お、いったね、これ。いや、これ終わっただろう。わはははは、強い、負けんけんって強いな。これも公開しちゃうかね。このね、僕の作った旅パー偽装パーティー公開しよう。おお、こんな感じの画面なんだ。あ、どうしよう、オープニングみたいに撮っとくか。なんか初めにやる前のさ感じのやつ撮っとこうかな。じゃあちょっとそれっぽい説明しよう。この動画はまあ普段ランクマッチをやらない僕が、ランクマッチのパーティーっぽく、あの、僕のような、僕のね、思い思いのパーティーを作ったっていう動画になります。ね、ドラパルトとかミミッキとか、そういう感じのね、ポケモン省いてるパーティーをできるだけ作ってみました。それの作成動画になります。こんな感じなんかな？まあこんな感じだよね。でもかっこいい。この画面やっぱかっこいいよな。俺好きだわ。撮っとこう。いやーもうでもこのパーティーね。このチーム ID でね。使えるんで、もしこの動画を見てくださった皆さん、面白いじゃんとか思うんだ、思っていただけるんだったら、使ってみてください。じゃあ今回はこれぐらいで終わりたいと思います。お疲れ様でした。